いつは君よです。人間の精神に、正常という状態はありえないという話をしております。ですからその、まあ、いろんな精神の病気がありますけども、その病気の状態のね、正常な状態、そして、健康な状態をね、分けるのはね、どうもねナンセンスじゃないかというふうにして思うんですね。結局ね、誰もねその正常な人はいないと、精神に関してね、で健康な人もいないというふうにね、規定しちゃった方が物事の本質が、分かるんじゃないかと、思うんですね。で、まあ、そもそもその、まあ、人間というのはその動物でありますけど、動物の本質というのはその環境への適応というのが一つあるんですね。で、環境でうまく適応した動物が正常で、環境に不適応の動物っていうのは異常でありますから、まあ、それはあの自然環境では、淘汰されて、死んでいくわけですね。で、まあ、あの人間以外の動物っていうのはその、本能によってその行動様式が決まってるわけですね。でその行動様式っていうのはその環境に応じて決まってるわけですから、その、まあ海に住む海イグアナは海に適したこう、海の環境に適したように本能が決まっているし、他に住む陸イグアナか、ね、陸に住む陸イグアナは、陸に住むように、本能がね、決まっていると、いうわけなんですね。で、まあ、それはどんな、私昆虫観察よくやってますけど、まあ、どんな昆虫もそうでありますし、まあ、あの犬猫みたいなね、あと鳥でありますとか、あの狐とかね、その高等な動物はさまざまな異なる環境に、適応するその柔軟な適応力を、有しますけども、まあ、それでもその限界はある、その自由度には、限界があって、まあ、人間こそが最もその柔軟性が高い、わけでありますけども、しかしねこれね人間の適応の柔軟性にも限界があってね、誰でもどんな環境に、適応できるとも限らないんですね。で一応その、現代文明というのは多くの人が、適応できるように、上手に設計されているということが、建前になっていますけども、まあ実際には、そうではなくてですね、まあ、とにかくその、現代文明、とにかくその情報化社会と言われている現代においてはその要素が多いですからね。だからその、まあ、非常にこう複雑なこの環境に、うまく適応できない人は多いというかね、誰もがこの環境にね適応できるわけがないんですね。だからその誰もが多かれ少なかれ、適応不全を、起こして、異常になっていると。で、まあ、その異常が激しいとこの病気ということになって、診断が必要で治療が必要になってきますけども、まあ、当面ね、治療が必要ないと、いう人、正常とされている人、健康とされている人もこれね、だからといって、正常であるというふうには、限らないと、ね、私には思えるわけですね。でそれはね、そのね、やっぱりね、病気をした人とか、あとはその適応障害と言われている人から正常な人たちを見るとやっぱりね、こうどっかね異常に思えるんですよね。だからね、これね、正常異常っていうね、こと言うとね、社会的に正常だと、言われている人、ね、社会的に異常だと言われている人、ね、どっちがその正常なのか異常なのかっていうのはね、分からないわけなんですよ。だからね、ある種その、まあ、ちょっと言い方難しいけども、社会的な正常の異常さを、感知してしまった人は、社会的には、精神異常者になると、精神病になると、そういう傾向にあるんじゃないのかなと思うんですね。だからその、まあ、まともな人が目覚めるという話ですよ。
ね、まともな人が目覚めた挙句に病気呼ばわりされると、ね、そういう側面がね、確かにあるんですね。だからそれを考えると、正常と異常の区別っていうのはむしろない方が良くて、フロイトやラカンが言っているように、人間は全て、精神病だと捉えた方がいいと、まあ、私も、思うわけなんでありますね。それでね、これ自分の経験からこういうふうに、言うんですけども、僕自身もね、その精神病というものをもちろんね、専門の医者じゃないですからね、自分の経験でしか、語れないですけども、僕自身はその、自分は自分なりにその自分の異常さを自覚してですね、とにかく出来損ないだの、落ちこぼれだのいろいろと言われてましたからね。 ですからそれをその、治療、自己治療ですよ、自己治癒ですよ、そのためにいろんなね本を、読んできたわけなんですけども、それで一つ分かったのはその、結局精神というのは言葉でできてるわけですね。こうやって喋、るのも言葉でありますし、口に出して喋らなくても、頭の中でいろんなことを考えるわけですね。でそれ全部言葉なんですよ。だから人間の精神というのは、言葉で編み上げられていると、いうことなんですね。でその言葉っていうのもその、自分の言葉ではなくて、言葉っていうのはそもそも人類の共有物であると、だからそこでその、人類に共有の無意識というものが、生まれて、個人を知らない間にね、いろいろとその、コントロールしてしまうというのが、フロイトのね、フロイトの理論ですよ。これラカン、ユングの理論ではないですね。ユングは集合無意識ということを言いましたけども、フロイトに言わせると集合無意識なんていうのは、それはね、無意識っていうのは集合無意識で当たり前なので、わざわざ集合無意識という言葉を使う必要はありませんと、ね、そういうことを、述べるわけなんですけども、だからね、精神の不調は言葉の不調なので、言葉をね正常に、すると精神も正常になるということで、私はね本をたくさん読むようにしたんですね。たくさんだと限界がありますけど、基本的に私ね読書ね、こう見えても苦手なんですね。でそれでだいぶこう落ち着いた面というのはあるんですけども、しかしねそのね、やっぱりねそれだけだってね、やっぱり言い切れないことがあるんですね。だから僕はその精神的な病をね、うつ病も含めて、そのうつ病にも抗うつ剤というのがあって、その薬で治すというのが今主流になっておりまして、逆に言うとそのフロイト流の精神分析というのは下火になっているらしいんですね。で、結局精神分析っていうのはその、ストレスが高いんですよ。つまりその自分の都合の悪い面と向き合わなければならないので、やっぱり本人がねその覚悟を持って治療に臨まなければ、その効果はないわけなんですよ。だから私が読書するっていうのもその自分で自分を精神分析しているようなものでありまして、自分のその嫌な面をその書物を読むことによって、暴いて向き合っていくわけですね。でそういう中でこう、いろいろとその楽になる、事柄が出てくるわけなんですけども、しかし誰もがそういうその精神的な強さを持っているわけではなくてですね、だからそういうね弱い人が、薬に頼るんじゃないかなぐらいに思ってたんですけど、実際はねそうやっぱりね単純なことじゃなかったですね。物事ってのは何だってね複雑なんだなっていうふうにして思って反省したんですけども、それは自分の経験で言うとその例のその YouTube の件ですね。この YouTube、このチャンネルは私の好きに喋っているチャンネルですけど、もう一つその収益化を狙って、ホビーチャンネルというのを立ち上げて、そこはその、私カメラマニアなんで、カメラについての、番組をねこうみんなにみんなのために、アクセスがね増えるようなコンテンツを作ろうと思って、途中まで作りかけたんですけども、
どうしてもねできないんですね、そういうことが。私にあの頭痛がしちゃって、もうね、前にも話しましたけど、もう3日ぐらい寝込んじゃいまして、頭痛がした挙句風邪もひいてしまってね、できないんですね。でもう大変ね、我ながらね、情けないというか、と同時に不思議なことなんですけどね、このね、みんながやってるようなことが自分にはできないんですよ。他の YouTuber がやってるような同じことですね。だからまあ、ありてに言うと、製品紹介ですよ。ね。製品紹介を私のマニアックな、私なりのマニアックな切り口でやって、そこで、その、撮影した作例もね、私の作品としての作例をつければ、それで、十分ね、YouTube の番組として成立するはずなんですけど、これね、自分自身でね、もう非常にこう、やり始めるとやりたくないという思いがね、強くてね、でこれがその体に来るんですね。具体的にはこう頭痛に来るんですよ。で全体的に体力が低下して、寝込んでしまったと。でやっぱりね、僕はね、そのまあ僕自身はね、自分の苦手意識っていうのは、単に思い込みに過ぎないと思ってたんですね。だからその思い込みを突破すれば人間何でもできると思ってたんですよ。っていうのは、その私は子供の頃、勉強が嫌いで勉強苦手だったんですけども、社会人になってね、思うところがあって勉強し始めたら、勉強大好き人間になってしまいましたね。だからね、その子供の頃自分が勉強苦手っていうのは、それはね、単なる思い込みであってね、で自分もね、努力すればね、難しい哲学書まで読めるようになるんだっていうのね、分かった。それは自分の自信になったんですよ。だから自分、人間っていうのは、その気ならね、何だってできるんだと思ったんですけど、しかしね、このね、カメラの商品説明の、商品紹介の、まあ、いわゆる、リポートですね、それがねできないんですね。これはねびっくりしましたよ、自分でも。だからね、やっぱり人間にはやっぱりね、できないことっていうのは、ね、あるんだなっていうのはね、思ったんですね。でそのね、できないことっていうのはね、人によってね、違うんだろうと思うんですけどね。だからちょっとこの話も長くなったので、次続きます。